1ヶ月もしないうちにあのパパ様からパパ12世からあの毎月100コントずつ送ってくだして大金の500ミリがあの集まったわけです。それと同時にリオの、スイスの赤十字から同じ金額を毎月送ってくださることになりましたのでいただいていました。それもどこからいただいたかわからなかったんですけれども、終戦後に日本の政府から送ってくださったことを分かったんです。それは日本で教会で日系の困ったお方を面倒見るということを分かったために送ってくださったわけなんです。